ワサオは、青森県西津軽群アジガサワ町で飼育されていた、秋田県。ブサカは、犬として、全国的に有名になった。もともとは迷い犬で、アジガサワ町にて焼きイカ店を営んでいた、菊谷節子に保護され、当初は、ライオンのような毛並みから、レオと呼ばれていた。2008年春に旅行機ブロガーメレッサンメレシのブログで、ワサオと名付けられて紹介され、話題になる。 2008年7月29日、日本テレビの99プラスにてネットで話題のブサカは犬として取り上げられ広く注目を浴びる。2008年12月10日、アジガサワ長官公共会よりワサオ T シャツが発売され、迷い犬から始まる町おこしストーリーとして、テレビ、新聞、雑誌などが一斉に取り上げ、広く存在が知られるようになる。2009年初頭、 正式に自治体登録名をワサオに改名した。2009年7月最初の写真集、ワサオが主婦の友社から刊行される。2009年8月10日、味ヶ沢町から特別住民票が発行される。また、同年刊行の現代用語の基礎知識2010年版に、ツイッター、やるをスーザン・ボイルと並んで解説記事が掲載される。 2010年6月26日、安ジ沢町の特別観光大使に任命される。2011年2月13日日本、ユネスコ協会連盟の世界遺産活動特別大使、犬に任命される。2011年3月5日にはワサオの反省をモデルにし、ワサオ自身が主演した映画、ワサオが公開された。三浦淳に気に入られ、2011年には第14回。 三浦淳章を受賞して、トロフィーを受け取っている。東北地方を中心に、東日本大震災に見舞われてから1ヶ月余り、経過した2011年4月20日、JR 五能線、味ヶ沢駅の観光駅長と、立年豚の館のついたち館長を移植される。このうち味ヶ沢駅の観光駅長については、任期1年で、同年4月23日から始まった。 青森デスティネーションキャンペーンの初日に運転されたリゾート白紙の出迎えを皮切りに不定期ながら同駅利用客の出迎えなどの任をこなしていた。そして当初の任期が満了となってからも毎年同駅の観光駅長として再移植されてきており2020年4月6日に10度目の移植を受けた。わサオだけでなく飼い主である菊谷節子もわサオの母として 有名になり、その明るくほがらかな性格で親しまれた。なお、和さは、節子の旦那をかなり嫌っており、旦那が何をしてもうなっている。その理由は、節子の旦那が、停止関白であった頃に和さの目の前で節子を、大声で怒鳴ったことを怒っているからだとされている。節子が、長期入院した際に和はに毛が抜け落ちる症状が、見られた。二千十四年十月、同じく、 秋田県で青森県黒石出身の椿、メス2歳、が妻となり同居開始。2016年4月、椿の実家から預かった長毛秋田県の子供、チョメとも暮らし始め、ワサオの娘的存在になった。同年11月には、自身をあしらった、ラインスタンプがリリースされた。飼い主の菊谷節子は2017年11月30日午前0時21分。 間室性肺炎のため、弘前市内の病院で73歳で死去した。わさおの世話は、節子の長男に任されることになった。2019年5月には、パートナーとして活動した妻の椿が6歳で、亡くなった。2020年4月1日には高齢による衰えからか、後ろ足に力が入らず、立ち上がることができなくなり、同年6月8日午後5時54分。 推定13歳で死去した。支援団体、わさおプロジェクトによると、死因は画像機不全だった。その後、味ヶ沢町は、町内の各地に、わさお、ありがとう。思い出はずっと胸に。というキャッチコピーのポスターを掲示している。また、町役場には、わさお、ありがとう。と書かれた横断幕が掲示されている。加えて、ワサオありがとう実行委員会により、 ワサオの記念碑を制作、設置するための活動が行われている。ワサオは、上述の犬を題材にした2011年公開の日本映画。2011年2月26日には、青森で先行公開されている。ワサオが、元の飼い主と再会するまでが描かれた、ハートフルドラマ。ストーリー自体はフィクションである。監督は、錦織義成で、動物映画は、 初挑戦となる。主演は、和さ自身、共演は、薬師丸広子で18年ぶりの主演映画となる。青森県味ヶ沢町の全面協力により、味ヶ沢町内や白神山地でのロケが行われた。全売券特典は、和さぬいぐるみストラップ、和さ卓上カレンダーのどちらかをプレゼント。キャッチコピーは、あなたに、会いたい。この春、和さが日本を元気にする。 白神山地の麓にある小さな漁師町でライオンのような白い捨て犬と出会った菊谷節子。たくさんの捨て犬を育てていた節子は、そっけない態度の犬に、わさおと名付けることにした。節子はわさおが、いつも、あきらという少年を見つめていることに気づく。その少年、アキラは、母が入院していた病院から戻る途中で熊が出るという白神山中で迷子になってしまう。 椿は2014年に和さの妻となった、秋田県で以後は和さと共に観光客を出迎えた。椿は2012年7月に、青森県で誕生。和さの飼い主の菊谷節子が、長期入院した際、和さに毛が抜け落ちてしまう症状が見られたため、一匹だけにならないよう妻として2014年に迎え入れた。県主は和さと同じ秋田県だが短毛で見た目は、 ワサオとは異なる。ワサオが、味ヶ沢駅の観光駅長を務めていたことから、椿は、味ヶ沢駅の観光副駅長を務めた2019年5月5日、昼過ぎの散歩では特に変わらない様子だったが、夕方に犬小屋でぐったりした状態で発見され、動物病院に運ばれたがそのまま息を引き取った。死因は、心臓発作とみられている。 チョメは2016年にワサオのファミリーに娘として加わった、秋田県。ワサオとつばきが、味ヶ沢駅の観光駅長、副駅長を務めていたことから、まず見習いとして移植され、2019年から営業主任に移植された。ワサオに関するカテゴリー。ありがとうございます。